こっち。まあ、僕は国際野球になってから、まあ、ちょっと九州を出ても10年近くなるんですけど、まあ、ちょっとあの地元を盛り上げたいなっていう思いがちょっとまあ前々からありまして、で、まあ、自分がその育った九州では、まあ、僕らの時はこういうイベントってあったんで、まあ、やっぱ子供にちょっとね目標というか夢を持ってもらいたいなと思ってこのイベントを企画しました。ですね、あのもうバリバリその選手権とか全日本出てるちょっと選手の方にはちょっと遠慮してもらって、まあ、ちょっと人口、あのモトクロス人口 の底辺をちょっと拡大したいなという思いで、ちょっとまあキッズ、まあ、ジュニアちょっとメインに、まあ、あとは取れるそのモトクロスをオフロードをもう普段楽しまれてる方をちょっと中心に今回やらせてもらいましたね。国際野球やっぱについてるスポンサーってやっぱすごいスポンサーの方々いるんで、それをまあ九州の出身の A 級ライダーにもう協賛同時に取ってもらって、やっぱりねスクールといえどやっぱ物をもらった方が子供とか嬉しいかなと思って、もう国際野球のそのキャパを最大限に生かしてイベントを成立させました。はい、どの辺が大変でしたか？ですね、エントリー受付が一番大変でしたね。今回ちょっとあのハイテク風にもうウェブエントリーにしたんですよ。で、まあ、まあね、今ネットが普及してるんで、もうすぐにそのエントリーしてもらえればもう振込先が自動配信メールで送られて、あの、まあ、あのエントリーがスムーズにできるという意味ですかね。いちいちもその郵便局に行って書き留めで送ったりとか、そういう手間が省けるというか、はい、そうですね。それは実際どのくらい、ですね、結構なんか手慣れない方でもなんかあのちょっと電話かかってきて、あの聞きながらでもあのやってくれる方はいましたね。そうですね、なんかもう次につなげればっていうのがもう今回すごいあったんで、はあ、去年まで、川崎に移って、まあ、約6年間あのパーク神戸レーシングチームっていうところを走ってたんですけど、まあ、今年はちょっとそこを離れて、まあ、ちょっと自分自身でちょっとまあ気づき上げたものをちょっとこう生かしていきたいなと思って、あのまあ独り立ちっていうわけでもないんですけど、まあ、自分のチーム立ち上げと同時にちょっとまあこれからちょっと大きくしていきたいなっていうところですね。もう結構藤沢でかなり狙ってたんですけど、まあうまくいけばそれが実現できてたんですけど、やっぱね、あのモトクロスってそんなうまくいかないんで、まあ、いろんな要素があって結果としてやっぱ残るんですけど、まあ、そのまあちょっとすごい悔しい思いしたんで、まあ、残り、まあ、名阪で入賞して、まあ後楽園で、まあ、ちょっとトップ3狙えるぐらいの走りはしたいなと思ってますね。はい。滑んなよ。よー。ありがとうございました。お疲れ様でした。